はい、こんにちは、石川蓮です。中条あゆみです。今日はですね、2人でキャンキャン9月号の表紙の撮影をしています。はい、英語禁止ゲームというものを2人でしたので最後まで見てください。まだ今撮影の途中なんですけど、今日の撮影はどうですか？れんちゃんと2人っていうのは初めて で昨日の夜から楽しみでワクワクしてましたね。どうでしたか？決まった時はすごい嬉しかったし、ただただ楽しみでしょうがなかった。なんかちょっと寝れなかったでしょ？寝れなかったし、昨日は気合い入れてちょっと高めのパックしてかわいい、はい、で今日編集部の人たちが何やら質問があるみたいなんですよ。質問、質問、じゃじゃん。英語禁止でお答えください。例えば NG はビーチ、 OK は砂浜。英語禁止で質問に答えるってことですよね。あ、そういうことか。え、待って、難しくない？ちょっと待って。でしかもなんかちょっと噂によると罰ゲームがあるらしいです。あねえ、今のなしだよ。ほら書いてあるもん。そうだね、ほら。めっちゃ向きます。罰ゲームは渾身のモノマネ。なるほど。絶対や。頑張ります。頑張りましょう。これのおすすめの箇所はここの丸いものがかわいい。全然説明できない。これは生地がとてもサラサラしているので着心地がいいのと、うん、色が、うん、こうとても、うん、期間限定夏の期間限定って感じ。はい、はい、次。とにかく楽しもうっていう気持ちで中条あやみちゃんとは初めての。そこも英語なんだ。そうか、私の名前引っ掛けなんだ。よく気づいたね。だから読者の皆さんが素敵だな、可愛いなって思わず手に取ってしまうような表紙を撮れたらいいなと思って撮影しました。しかもさ、なんかさ、運転してたよね。うん、可愛い車、うん、どうだった？なんか一緒に遊びに出かけてるみたいで楽しかった。どうだった？何を考えた？私は今日はもう元気いっぱいで、うん、こう夏の終わりの、うん、淡い感じを演出できたらいいなと思って、うん、そういう表情をしました。うーん、同じ事務所なんですけど、私が後に入ってて初めてのお洋服のお祭りね。そう、の時に中条さんは出演してて、うん、私はその時は見学に行ってて、で挨拶に行った時が初めてだった気がする。あ、その時か。うん、今もう仲いいから本人の前で言うのすごい恥ずかしいけど、あ、本当に中条あやみっているんだって思った。それでなんか直接私に言ってなかった。言ったっけ？その時。びっくりした。可愛すぎて。ありがとう。でも本当に誰からも愛されてるから、年下からも年上からもスタッフさんからも愛されてる。ありがとう。はい、続き。途中だから今だ。まだ1だからね。早く続き言って、褒めて。みんなから愛されてて、すごい努力家だなって思いました。自分がそういう努力家な一面とかありますか？自覚ありますか？まあみんな頑張り屋さんじゃない？そうだね。だから一緒の雑誌にこうやって仲間として
一緒にいられることが幸せだなって今思います。昨日は、今撮影している作品の現場があったのでお魚のお弁当でした。はい、私は麺を麺何麺持ち帰りました。何麺、うん、パン。私おにぎり食べてるみたいな。おにぎりです。うん、それでは実食。あの今日の差し入れ の果物の大福。お大福。私はみかん大福。おにかん。あれ？中条ちゃんは？私はあの宮崎で有名なやつ。なんかわかんない。ジューシーな太陽。向いてな。何ですか？財布。どういう形のバッグですか？四角い、うん、今日はこの四角い、うん、ブランドは？ボケツ掘ってるんですけど、この方めっちゃ引き出そうとしてるのに。あの黒いカバンで、うん、中にはお財布と、うん、口紅とか携帯電話とか、あとは手に塗るヌメヌメ。中条さんは？私は携帯、お財布、水筒です、うん、はい、私はあの運動が好きなので、うん、走ったりとか先生のところに行って運動を教えてもらったりとか、うん、何キロぐらい上げたりするの？80ぐらい。私結構これいけるかな。ジムでトレーナーさんにめっちゃ言うじゃん。もう諦めた。ダンベル上げたりとかしてやってます。はい、頑張り屋さんだし、この芸歴も長くてこんだけ活躍してて、なのにすごい感覚が変わらないというか、なんかこう考え、この英語言わないように喋るのがすごい難しい。なんかすごい尊敬してるし、すごい気にかけてくれてるのが伝わるというか、嫌なことがあったなって時に話を聞いてくれたことがあって、だからなんか優しいところとか、こう人に尽くしてくれるところとかがすごい好き。レヌスケの好きなところは、みんなのことをちゃんと見てるなって、平等になんかみんなに愛を与えられる人だなっていう風に思う。なんかどの現場行っても仲良くなってる気がする、みんなと。しかもそれはなんかこうその裏に努力してるっていうのが見えてるから、なんかそれを出してるわけではないけど、みんなに愛されてるんだなっていう風に思う。だからこれこそ影の努力家なんだなってめっちゃ思う。嬉しい。言ってます。恥ずかしい。何この最後に。いい話でまとまった。はい、というわけで質問全部終わったみたいなんですけど、はい、結果はどうでしたか？イエーイ。もう途中でポーリンが諦めたのが面白かった。ジムでトレーナーさんに。いや、めっちゃ負けず嫌いなの。多分今日1日もう引きずると思う。羊のモノマネやります。
が無事閉めました、はい、ね、雨だったけど、うん、無事楽しかったね。めちゃいい感じの写真がたくさん撮れたので、どれになるか楽しみです ね、 ね、発売が楽しみです、うん、ぜひ皆さんキャンキャン9月号をチェックしてください、はい、そしてこのチャンネルの登録もお願いします。バイバイ、バイバイ。